多分氷河期世代の人なのかな。自分はイラスト描いたりとか漫画描きたいんだけども、うん、とかゲームに挑戦したいんだけども、うん、でも一般の職に就いた方が絶対いいって言われるんですって、うんうんうん、どっち選んだ方がいいですかってすごい聞かれることあるんですよ、うんうん、そこで必ず答えるのが、うん、どっちを選んでも地獄なんだから好きな地獄を選べばいいだから必ず後悔はあるんですどっち選んでも絶対後悔するんです。そうですよ、マシな後悔を選ぶっていうのは、うん、全て自分で選んだ方だと思うんで、うん、いや全くその通りです。あのね、うん、好きなことと得意なことどっちを選ぶんだっていう回があったんですよ。怖いですよね。そうですよ、こちらの番組でやってますね。すっかり洗脳されまして僕それにあ得意な方を選ぼうって僕思っちゃった。そうか、両方とも地獄だから自分で選べばいいんだ。そうです、そうです。そうかそうか、つくちゃんすげえな。そうです、そうです。つくちゃんすげえよ。騙されてたよ。おじさんぐらいになってます。その命題あります？あるある。何もできないんだ僕一人じゃ。コメントであったけど、今の月さんの動画もう氷河期ですよね。どっちも地獄だよみたいな、その前提、前提がね。そうそうそう、好きなものと得意なもの、うん、選ぶならどちらですかって、まあ、これ結構抽象的な質問だなと思ったんですけど、まあ、好きなものとまあ得意なものがあって、うん、まあ、どっちを自分が何か作るときに、うん、やればいいのかとか、そういうことなのかな。一応選ぶときに好きなものを仕事にすると辛いよとかって話もあるじゃん。得意なことやった方がいいよとか、うんうん、まあ好きなものは不得意をカバーしちゃう。不得意をカバー。ああ、だから俺なんか 絵描けないのに漫画がやってんだもん。絵描けてるで。ひどいぜ。俺のデッサン力のひどさなめんなよ。手とか描けねえから。誰に威張ってはるんですか。で、あとなんで威張ってはったんですか。いや、そういうやつが36年も漫画がやってるっていうことが希望の光になるわけ。だから俺は絵が描けないからダメとか思ってる人は言い訳聞かねえぞこの野郎って、面白かったらいいんだよっていう、そういうことを言ってるわけですわ。なるほどね、なるほどね。うんうん、だからまあ絶対好きなことじゃなきゃダメ、うんうん、得意なことから始めるっていうのも一つありますよ。だから自信がない人はそうすればいいんじゃない、うん、と思います。先生、得意だけどやってこなかったことってある？喋り。だからやってるよ俺。めちゃくちゃ面白いのにずっと漫画描いてた。あんたはむっちゃ面白い。俺喋りめちゃくちゃ面白いよ、若い頃から。あ、そうなの。なのに、うん、漫画描いてたんだよ。バカじゃないの。いや全然バカやと思う。初めて得意なことやったってことだよ。そうか、そうなんだよ。そしたらそれで食えるようになってびっくりしちゃった。ほらもうこれ、早くまず得意なことからやった方がいいや。間違えたら俺、そう、むちゃくちゃ身体能力高くて漫画家目指してる場合じゃないとか、そういうこと。間違えちゃう。でも漫画好きだったんだよ。あ、そうです。そう、漫画楽しいんだよ。だからアシスタントだけが楽しんでたんだよ俺のトークを。そう、 FM レイジを、 FM レイジはペン入れしながら、はい、今日もやってまいりました。作家ってなんだって話です。これ何回も言ってますけど、漫画家の仕事はギフトを作ることですね、うんうんうん、だからまあみんなが、これを待ってたんだと思える贈り物を出せるかどうかなんですよね、うん、俺を分かってくれだけじゃダメなんですよ。その中に俺を分かってくれが入る場合もあるんですよ、うん、だけど基本的にはギフトなわけです。これはつまり、まあ、エンタメのことを言い換えてるんですけど、うん、私小説でもそれできますからね。だから共感っていうベースで、私小説でもギフトはできますよみたいな感じで、まあ、まとめると、プロに挑戦すると自信つくし、伝え方が分かるんですよ。伝わんなきゃったらダメなんですよ。なるほど。プロは伝わって喜んでもらってお金もらうわけだから、うんうん、これ前提なんで、ただ漫画っていうものを描くのとは違うんですよ。だから伝え方が分かるようになってくるんですね、うん、自分の世界、自分自身が見えてくるんですよ、はいはい、書いていくと俺ってどんなやつっていうのが見えてくる、うん、どんな世界観を持っていて、うんうん、どう考えてるのかって、だから自分が分からないのがなくなってくるわけですよ。それは人の漫画読んだら分かるでしょ。小田栄一郎は小田栄一郎なんだろうなと、あんな人なんだろうなみたいな、うん、だから、そういうのが分かるだけでも書くと自分が分かるんですよ、これが一番言いたかった。消費者人生が終わる。ただ買うために働いて、働いた金で買って死ぬんですかっていうのをよく言ってたんですけど、作る方が面白いです。作ってギフトやって喜んでもらうっていう、これが漫画家最大の醍醐味なんですよ。だから苦しいけど格上になっちゃう、人生が楽しくなっちゃうんですよ。もう一つ楽しい人生になっちゃうんですよ。苦しいけどなんで漫画家になるか、なんでミュージシャン目指すか、なんで小説家になるか、楽しいんですよ。それはただ買って誰でも買えるものを集めるとかいうレベルの喜びよりももっとでかい喜びがあるわけです。あなたのおかげで私は楽しかったです、幸せになりました、ありがとうございますっていうのはもう一つ上の喜びってことです。だから格上っていうのは人間として偉いとかいうことじゃなくって、もう一個上の喜びっていうことです、我がこと要素っていうと、これ共感っていうか意味が分かるわけ、俺の問題みたいな、うわもう会社行きたくねえって始めると、俺の話だなってなるわけね、モテたいってなると、あ私の話だなみたいな、こんなに働いてんのになんでこんなに給料少ないのか、そっから始めると
私の話が始まりましたって共感みたいなね。あともう一つこれ、発見の快感、新機軸、こんな考え方あったんだとか、こういうの知らなかったな、これは知的発見なんですけど、これもぶち込めますので、これとっても良いですよっていうことなんですよね。しかもさらに無茶ぶりしてます。本気でプロにしようとしてるから、君らディズニー全部見たって聞いちゃって、見てないって、全部見て、今からディズニープラスに入ってクラシック全部見てください、それから、ピクサー全部見てくださいと、ここから始まりましたね。それはなんでかっていうと、一流のエンターテインメントっていうのを頭から否定して新しいものを作るよりは、先代は何してたのか、大量の、知恵がそこにあるので、まず一旦見てから考えようよっていうことをね、そんな話もしましたね。ジブリは、ジブリはいいです自分でジブリとか見てなかったくせによくなんかなんでそういうこと言うかっていうと、こんなに遠回りしました実体験からね、先代の失敗を伝えるのが俺たちの仕事じゃないか、じゃないとまずただの老害になっちゃいますからやってる感問題って思ってるんで言ってるんですけど、努力をしていますっていう人は実は努力してない、実は怠けているっていう可能性が高くて、それは僕自身がよくわかるんですけど、得意なことを延々とやり続けていると努力してるように見えるんですよ。好きなことであり得意なことっていうのをずっと延々とやってるという、でもそれ実はできることやってるんで、あんまり効果なかったりするんですよ。で、努力してる風だったりするんですね。漫画で例を挙げると分かりやすいと思うんで言いますけど、ヒロインの顔を描く、主人公のかっこいい男の子のかっこいいポーズを描くとか、とにかく女の子ばっかり描いたりとかね、そういったものをずっと繰り返していくっていうの、これ100枚も1000枚も描くのは意外と簡単で、そんな努力ではないんですよ。問題は物語を作ることにシフトできるか、そのキャラクターに魂を吹き込むことができるかってなると、さあどっから手をつけたらいいか分からなくなるっていう、そこが最大のやらなければいけない努力で、必要な努力なんですよ。だけどそれがやりたくないから、ずっとイラストを描いているっていう人たちが、まあ漫画家になりたいと思ってる人たちの方、半分以上そうなんじゃないかなという。中学生ぐらいの時に漫画家になりたいですって言ってる人って、半分ぐらいは大体そこで終わってますよね。僕の実感ではそんな感じです。最後の完成まで漫画を描き終えるっていうところまで持ってく、もう本当に何度も何度も苦手なところのラインを突破しなきゃいけないんですよね。で、出来上がった作品をもっと良くするっつって次回作書いた時に、似たようなものはいくらでもできるんだけど、ステップアップしていかないといけないんで、前作を超える何かをやろうとしてる時に挑戦しなければいけないので、その挑戦はいかにしたらいいかがわからない、でそれを探して行動に移すっていうのが本来の必要な努力なんで、この必要な努力をしたくないから、楽しく絵を描きますって言って、でうまいねって言われて、そうでしょっていうところにピターッと止まっているという、これが努力をしてる風っていうやつですね。で、僕が思う本当の努力っていうのはどういう種類の努力かっていうと、失敗のリスクを抱えて挑戦することじゃないかなと思って、効果のある努力なんじゃないかと。失敗の数だけ成功の確率は上がるわけなんで、まあそんな簡単にうまくいかないんですよ。何かをやろうとして、それをこう自分の理想のところまで持ってこうとすると、基本的に失敗するんですよ。で、傷つくんです。で、自分を否定される。なので問題になってくるのは、ここでもやっぱりお約束の自己肯定感問題なんですよ。あの、自分は絶対大丈夫だって思っている人は何回も失敗できるんですけど、こんなもんじゃねえなと思うと、失敗した瞬間にやっぱりこんなもんだなっつって、そこでやめるんですよ。ここで努力が必要になってくる。あらゆることでつまんないエネルギーを使うんだったら、俺は他のこと一切しなくていいから、そこに集中して努力するっていうことをおすすめします。自己肯定感っていうのは初期 OS の問題で、自分のせいじゃないわけで、それがない人たちが挑戦するって本当に大変なことだと思うんですよね。ところがこれをやって一個でも成功すると、自己肯定に結びついていくわけですよね。いい流れになっていくわけです。ほら、なんだ、やっぱりできたじゃんってなってくるわけ。親はダメだって言ったけど、俺はやった、できたじゃないかって言って、なので次もできるっていう風にこうターンを変えていくっていう、努力したら報われるって思い込んでる人たちが努力するわけですよね。それはそうです、当たり前なんだよ。成功したいと思って頑張るんだ。でもそれはうまくいかないから、そうすると副作用が起こるわけですよ。うまくいかないってことで、どうせってなってくるんですよ。それが世の中全体の不信感になってしまう。つまり成功報酬が少ないから常に不満でいるっていう状態にこう陥りがちなのが、努力してる人たちの一つのパターンですよね。で、
俺は努力してんだっていう思考停止ってあるんですよ。そこは本人分かってるんですよ。努力してるっていう風に言っている自分は本当はあれについて挑戦してないなっていうこととか、あれについてやってなかったってことは本当分かってるんだけど、努力っていうと社会的に、なんとなく認められる傾向があるんで言ってしまいがちですよね。俺は努力したんだっつってね。これは恋愛関係でもよくありますよ。僕はこんなに努力したのに君は全然分かってくれなかったんだってやつですね。本当っていう努力って自分の言い分を言い続けることが努力じゃないですよね。そこで踏みとどまって相手の言うことを聞いて分析してできることの行動に移す、そしてそれが報われなくても繰り返すことができるかどうかみたいな非常に苦しい部分が努力に含まれる。努力したら報酬があるっていうふうに思ってる人っていうのは基本的に不満を抱えている人になってしまうんですよね。これがやばいですよね。ところがですね、努力って報われないこともあるんですけど、時間かけて報われるものだったりするんですよ。例えば楽器始めて一生懸命練習したらすぐに弾けるわけじゃないんですよね。ギター始めましたっつって、ただある日を朝起きて全然弾けなかったフレーズがファッて弾けたりするのがギターなんかよくあるわけですよね。そういうことがあったりと、寂聴さんが言ってましたけど、賞が欲しくてどうしようもなかったんだけど、そういう時は本当に賞がもらえなくて、もういいわ私って思ったら賞がもらえましたみたいなことをおっしゃってましたね。特に国がくれるさ、なんとか賞ってあるんじゃないですか、支持報奨とか何報奨とかって、ああいうやつって今っていうタイミングであげてますよね。永井豪先生がもらったりとかさ、今って思いますよね。今じゃない、あの人70年代にあげとけよって、どんだけひどい目に合わせてたの世の中はっていうさ、永井豪に不買運動してさ、まあそんなもんなんだろうなっていうふうに思いますよね。運っていうものは自分の努力で変えられるかっていうとほとんど難しいんですよ。大きくは変えられないんだけど、でも変えられますよ。運は変えられるんですよ。どうやって変えるかっていうと努力で変えられるんですよ。それどんな努力かっていうと信用を得ることなんですよ。本気の本質もお願いします。本気とは何かっていうクエスチョンです。なんかね、本質的にね、本気で生きてる人とか本気でそれやっちゃってる人ってね、本気であるということに自覚がないような気がするんですよ。僕も漫画を本気でやってたんだと思いますよね。それは辞めるっていう選択肢がない状態で24時間そのことについて考えてるっていうか、夢中になっちゃってるっていうか、それを本気っていうんじゃないですか。多分ね、意識の深層にあるレバーみたいなのがあると思うんですよ。本気レバーが、それがガーンってロックされてる、動かないっていう。でその上の階層ではもうやめようかなとかダリーなとか言ってんですけど、一番下のところにロックされた本気レバーがある。これ誰がロックしたのかっていうと、多分幼少期でしょうね。その時にガッチリこうロックされちゃってるんで、やめられないっていうか、これが本気の正体というか本気の本質なんじゃないかなと。で本気のやつが現れた時と本気じゃないやつが現れた時っていうのは分かりますよ。なんで分かるかっていうと、すべての言動に出ちゃうんですよ。本気のやつはこいつ何やってもやめないなとか、何年後あっても多分やってんだろうなっていうのが分かる人がいるんですよ。でこいつただノリできてんなっていうのも分かります。